自民党は誰が作ったんですかっていう話に関して、もちろんアメリカが作ったもんなんだぜっていう話ですね。50から60年代にかけて日本の右派政党に数百万ドルの援助をし続けたということだったりとか、当時の国会議員の給料が150万円程度ですから、それを考えたとしたら、どれぐらい莫大なお金かっていうことがわかりますよね。選挙の時だったり、いろんな時にお金を出すってことをやってきたっていうのが CIA と自民党の関係なんだと。 いうこ,とですこの記事自体は、1994年にニューヨーク・タイムズが出した、要は昔の公文書で、金くれ、金くれってことを、佐藤栄作っていう人が、えーと、アメリカ側と交渉して言い続けてきたんですね、佐藤栄作さんって多分、えー、岸さんの弟になるのかな、安倍さんのところの家系ですね、結局、その金のやり取りは当時の幹事長に任せてみたいなことになってて、その数十年経った後にこういうような公文書がアメリカで、密約文書が時を経て、表に出て。 公文書として発表されて、このような CIA のね、人たちが語ったってことですね。自民党に対して我々は資金援助をした。CIA は自民党の最初期から同党を支援。 同党内部から情報提供者をリクルートするために資金を使ったっていうのを CIA の極東工作を担当した人が言ってたりとか、あとケネディ政権の国務省情報調査局長の人が自民党とその政治家への資金援助は確立され、ルーティン化されており、米、米国の対日外交政策の基本的要素の一つとなってたみたいなことで、これももう大変なことになったんですね。当時の日本で。そこまで大変かどうかわかりませんけど、決死しなきゃいけないと。事実ではないってことを なんとかやらなきゃいけないんで、えっと、こんな事実はないってことを日本側が言って、裏では、えっと、アメリカの大使を読んで、事実ではないってことを言ってくれ、みたいなことを共有してたってことですね。産経新聞。他の新聞でも取り上げられたとは思うんですね、この件は。けれども、国会の中で産経とか読みり好きな人が多いから、あえてお前らの好きな産経新聞にも書かれてんぞってことを出すっていう意味で、これは産経にしたんですけどね。<laughs> 何かというとあ、日本側は大使館に紹介があった場合は、インテリジェンス。 機密に関するものでででありコメントできないといいとう線で回答して欲しいみたいなことをね、なんかやり取りしてたと、今ちょっと風が強い時やけれども、ちょっとなんとかごまかして、忘れさそうっていう、もうすでに自民党の森幹事長がこれ、記者会見をしてて、これは関係がないことやって言っちゃったから、そのコメントに合わせてくれみたいなこともお願いしてたってことです。当時その元々ののも密約文文書書だっったものが公てて形で発表されて 佐藤栄作さんとアメリカの大使館の一等書記官との会談録みたいなものが出てきたり金くれ金くれ言うてるやつですねアメリカ大使館の一等書記官が佐藤と喋ってそれをアメリカ本国に報告してますっていう内容ですね日本の保守に対して合衆国が資金援助をしてくれないだろうかと打診してきたと。 佐藤氏によれば、もし合衆国がこの要請に同意すれば、この件は極秘扱いとされ、合衆国には何の迷惑をもかけないように処理されるって。迷惑かけませんからお、お願いします、お金くださいってことをずっと言い続けてたっていうね。本当に。この資金工作の窓口として、当時の川島幹事長の名前を挙げたみたいな。こういう公文書を出していきながら質問していくっていう。総理すいません、外国勢力からお金もらってないですかっていうことを最初に聞いて、もらってませんよ、みたいな。 じゃ自民党としてどうなんですかもらってませんかそんなこと聞いたことあるかみたいな。いないよなって。いや、ないです。みたいな。ありますよ。だってこれ。みたいな。話から質問していくっていうような <laughs>、やり方だったんですけれども <laughs>。 まあ、あの、国務省、その火消しをした、産経新聞の時に、ね、1 9 9 0何年の時に、いろいろ騒がれたけど、火消しをしたつもりだったかもしれないけれども、その後にさらに公文書というよりも、アメリカ国務省で過去の日本との歴史みたいなものを書かれた中で、それを認めるような文章も後々出されてるんですね。はい。1964年から1968年の日本っていうところでのもので出てきたってことですね。 アイゼンハワー政権は58年5月の衆議院選挙の前に少数の重要な新米保守政治家に対し CIA が一定限度の秘密資金援助と選挙に関するアドバイスを提供することを承認したと。資金援助計画はその後1960年代の選挙でも継続されましたよってことを国務省の歴史を取り扱うようなところでの文章でちゃんと残ってるっていう話です。アメリカ側がこいつしかいないだろ、代理人はっていう選んだのが岸さん。岸信介さん。 まあ、岸さんはもうほとんど横顔と後頭部に近いんですけど、正面写ってんのこれ文鮮明っていうね。こういうパネルを国会で出したりとかしながらですね、説明をするっていう。そういうようなことをやってたってことですね。とにかくこんな感じで何かつったら、最大限日本っていう国をアメリカの国益にそういうような形にするために金出したりとか、様々な形をやってきた。その狙いは何ですかって考えた時に、もう昔に宣言されてるんですね。 世界戦争が起きた時にはアメリカが日本の戦力を活用できることが自らの戦略にとってそしておそらくは世界戦争で最終的に総理するために極めて重要であると日本という存在がアメリカの軍事戦略に則っ,って世界をアメリカのものにするためには日本というのは不可欠であるってことをもうずいぶん昔から話してるってことですこういう人たち殺されてきましたねってことですフセインさんとかカダフィーさんとかですね大量破壊兵器があるってことで この人自身が善人だったかどうかは横に置きますよ。大量破壊兵器があるってことでもう爆撃しまくって殺しまくってみたいな。けれども蓋を開けたら大量破壊兵器見つかってないとか。もう世界中でアメリカは第二次世界大戦後 CIA と米軍によって軍事介入だったり政治工作だったりテロ暗殺ってものを繰り返し続けてるんだ。というようなことですね。先ほどの話ですね。例えばですけれど。 様々な平和条約というよりも、日米安保、そして日米地位協定って形が今ありますけれども、これは昔は皆さんご存知の通り、日米安保と行政協定ってものだったってことですね。で、その行政協定っていうものの24条のところに協議しなければならないってことが書かれてるんです。様々なことを協議しなければならない。いろんなところに。これって民主的なように思うんですけど、違うんですよって。だって日本側に、 ご機嫌伺いというかお、そういうようなことをわざわざし,し,してたら、話前に進まないじゃないですか。都合上、アメリカが勝手に決めて前に進めたとしても、これ問題ないんですよって。逆に言ったら、事前に協議をするとするんだったら、どこだって言ったら、これ日米地位協定っていうところに、えー、集約するという話なんですよ。何かって言ったら、日本のことは日本だけで決められないってことです。だって、植民地なんだから当たり前だよねってことです。政権交代したとしても、 例えばですよ。なるほど、そういう仕組みになってんのかと。それはまずいな。みんなで変えなきゃっていう覚悟をこの国のオーナーが持つかどうかなんです。政権交代。自民党よりちょっとマシになったからね。って言ったとしてもこれが変えられるかどうかわかんないです。で、変えようとした場合には様々な足元を救われるようなことがあるでしょ。民主党っていうのは本当に私、褒められたもんじゃないと思うんですよ。民主党っていうのも。まあ自民党なんてもう論外ですけど。けれどもまだマシだったっていう点がいくつかあるんです。 何かっつったら、米軍基地を沖縄だけに押し付けるというか、っていうことはさすがにまずいと。だからそれを移転させようじゃないかってことをやったんです。最低でも県外みたいなこと言ってましたよね。鳩山さんの時に。だからもう固定化じゃまずいと。だから最低でも県外だってことでもう話が前に進んでたんですよね。徳之島あたりで。けれどもそれを潰してきたの誰かって言ったら官僚なんだってことです。普天間のヘリコプター部隊 ヘルコーター部隊が訓練するところと自分たちの基地との間に距離がありすぎたらまずいということが後で発覚したという話なんですけどそれデマなんです、これ、2010年、鳩山幸雄さんが首相だったときに、普天間飛行場の県外移設を断念する判断材料ってものが見つかったっていうか、発表されたと、2016年、2010年に首相やったときに、最低でも県外って言ったのが無理になったということの中身の説明が、2016年にされるんですね。 政府の内部文書が出てきたと。米軍の基準としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を120キロ以内と明示していると。そう考えたときに、徳之島無理だなって話になっちゃった。そうなのか。米軍とこういうルールがあったのか。じゃあ無理だな、県外移転は。断念。けれども、後から蓋を開けてみたら、こんなものは存在してなかったんです。この文書の内容を在日米軍司令部に問い合わせたら、そのような基準はないと。 これ何かしたら、米軍が何かしたんじゃなくて、日本の官僚が当時の総理をクらかして、普天間に固定化させた。っていうことですよね、これって。で、言いたかったことは何かこれ変えられるんですかってことに関して、政治家の側が変えますっていう意思を示すだけじゃダメなんですよ。だって、この時にみんな何したってことです。最低でも県外って言ったのに、それもダメなのかっていうようなことで、随分叩かれたよねってことです、マスコミも。 一緒に叩きましたよね、多くの人たちが。やっぱ口だけかよとか、さまざまなことで、やっぱり宇宙人だな、こいつとか、もう色物にしちゃったってことですね、やっぱり信用できねえわみたいな話にしちゃったっていう、この時にこういう文章が出てましてっていう会見を開いたりとかして、多くの人たちに共有してもらえるような場を作ってれば、会見開く前に、ごめんなさい、それはちょっと無理です、公開できませんっていうことだったりとか、ひょっとしたら移設できてたかもしれないですね。 だって自分たちがそんな作った偽の文章みたいなもの発表されたら困るわけだからだから逆に言ったらじゃあ公開するという話になったとしたら話は変わってきたかもしれないけどやっぱアメリカとの取り決めだからこれちょっと表に出せないなというようなことで逆に自分たちを守れるはずのものを守れなくしちゃった部分はあるかもしれないけど何が言いたいかみんながこの件を変えなきゃいけないと思えるかどうかだってマスコミなんてだってこの国のことを思って本当にいろんなことを 皆さんのために報道してる活動は違いますよって。雑な言い方だけど、スポンサーのためにやってんだからって。金出すものになびくんですよって。当たり前のことですね。新聞だってそうだし、テレビもそうでしょ。それを考えたときに、そのテレビから洗脳されたり、いろんなメディアで洗脳されたことで、そのままそうなんだって思い込むような社会のままだったら、買いようがないってことですね。今やってることは正しいわけだから、それ以外のスキャンダルだったり、いろんなものが出てきたとしても動揺しない。 必要なことを進めるって言うんだったらそのまま行けと。いうことをこの国のオーナーたちが決断し背中を押せるぐらいのオーナーとしてのお気持ちを持っていただかないと、これは変えられない。覚悟するのは政治家じゃないんですよ。覚悟しなきゃいけないのは有権者の方なんだってことですね。有権者が覚悟すれば政治家はだって消費税だって減税しますよ。分かってんだから。今やらなきゃいけないのはこれだろって。どうしてやらないんだよ、お前たち。 っていうふうに言えるわけですね。でもそんなもん消費税減税なんて無理だろうとか、おみが一旦決めたことを取り下げるはずはないというような、まるで自分たちはもうその者たちの下僕的立場で物事を見てしまってるっていう、もうギリギリの、ギリギリのところで生きてる人たちが何かしら政治的な話を出てきたときに、何かしら急に経営者マインドになったりとか、官邸マインドになるみたいな。 いや、それだって、それ総理だって、それは今大変だろうよ、みたいな、そういう話じゃないだろうっていう。だからオーナーとして、この国で何をやらすべきかっていうことに対しての、信を持たなきゃいけないってことですよね。だってオーナーなんだもん。っていう話だと思います。皆さん、今の日本、どんな状態でしょうか景気がすごくいい、そう思われてる方いらっしゃいます 一部そういう人いるかもしれない。でも、多くの人々はそうではない。その理由を簡単に説明したいと思います。物価が上がってんだよね。多くの方々が口にします。あなたも生活の上で物価が上がっていることを結構感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。簡単に、総務省のデータを使って見てみますね。2022年の12月、去年の12月と、その1年前、 同じ時期を比べてみてどれぐらい物価が上がっているかってことを見ていきたいと思いますまず電気代21.3%上がっちゃってます都市ガス代33.3%上昇パン 14.1%上昇で小麦粉は19.1%上昇輸入牛肉は10.1%上昇で輸入豚肉は8.0国産豚肉は9.4%上がってて鶏肉は6.5%上がり食用油33.6%も上がってるマーガリンは14.3%レタス10.4%上がってコーヒーココアも8.4%ハンバーガー17.9%紙おむつ9.5%これもう限りないですとにかく何が起こってるかって言ったら 物価が上がってんですよ。物価が上がってる理由、皆さん何かご存知ですか物価が上がるとき、つまりはインフレになっていくときっていうのは二種類あります。一つ目。国内の景気がものすごくいいんです。好景気。それによってみんなの賃金も上がっていく。物価も上がっていく。というのが一つ目。これ日本に当てはまりますか当てはまりません。30年以上日本は不景気です。その上にコロナまでやってきて、 物価上昇が加わってます今言った理由でインフレになってるわけではございませんもう一つインフレになる物価が上がっていく理由として考えられるものは何か外から日本の中に入ってくるものの価格自体が上がっちゃう原油価格原材料価格さまざまなものつまりは輸入インフレという状態で今物価が上がっているっていう話なんですねつまりは賃金も上がっていないのに物価だけ上がっていっているのがこの日本 それで生活楽になる人いますかねいないんですよ。当たり前。こちらご覧いただきたいんです。日本だけ賃金下がり続けてるんですよ。一番左、1997年です。右側、2020年。世界各国、主に先進国を並べてみましたけれども、日本どこにいますか一番下なんです。下がりっぱなし。他の国は上がりっぱなし。時給2000円とか、そんな国も普通にザラにあります。どうしてこれだけ違うの 日本だけ特別、他の国の人々と比べて能力が低いんですか違うんですよ。逆に言ったら、日本の人々は世界の中でもトップを走るぐらいの経済力を持っていたような国だったのに、日本の政府の経済政策、労働政策の破壊だったり、労働環境の破壊だったり、様々な失敗が積み重なって、貧乏になっちゃったんです。みんな貧乏にさせられちゃったんですね。 ここからもうちょっと話します。どれぐらいみんなが貧乏になったかってことを、所得の中央値というものでご,ご紹介したいと思います。所得の中央値って何か高い所得、低い所得、全部並べた真ん中の値が所得の中央値。こちらは厚生労働省の資料を元に書かれていることですけれども、25年間、25年間もの間に所得の真ん中が 131万円も低下してる国が日本なんですだからこそ世界と比べても賃金下がりっぱなし数十年の間というような結果になってしまってるんですねこれ一体理由何でしょう先ほど言いました経済政策の誤り労働環境の破壊です経済政策を誤れば国は不況になるんですね景気が悪くなっちゃう景気が悪くなったら全体的に儲けが少なくなる 事業者が儲けを少なくなれば、労働者の賃金も下げざるを得ないし、事業者が利益を減らせば、人によっては解雇されてしまう。そんなスパイラルを数十年続ければ、国全体が弱るって当たり前の話ですよね。そしてもう一つあります。働き方を壊し続けたということが、全体の賃金が下がっていくということに大きく寄与してます。どういうことかいつだって首が切れる非正規。そういったものをどんどん増やしていく。 不安定な働き方を増やしていきながら、一方、資本家の方々にとっては、非常に使い勝手がいい労働の道具を大量に増やす。そういうことが非正規化、大々的に進められたってことです。こちらご覧ください。何かと申しますと、非正規雇用の割合、ブルーのラインです。増えれば増えるほど減っていくものがあります。何でしょうか実質賃金が減っていくんです。非正規雇用。 不安定で賃金が安いという働き方がどんどん増えていけば全体的に影響を及ぼして実質賃金も低下していくという様が見れているそんな様子なんですつまりは何か30年以上不景気そんな先進国は日本しか存在しない不景気の時に消費税を上げるバカな国は日本しか存在しないんですどうしてかより景気が悪くなるから景気が悪い時にそんなことやっちゃったらみんなが下手るからそんなことしない でも日本だけはやり続けてきたそして労働環境を破壊しさまざまなことをやった結果この国はかなり疲弊しているはっきり言ったら壊れてます結果皆さんは使えるお金が減っていくんですよね景気が悪ければ賃金も低くなり解雇もされたりとかして使えるお金はどんどん減っていく皆さんの使えるお金が減れば世の中に回るお金はさらに減りますさらに景気が悪くなるそういう話なんですね 一方で皆さんには負担がどんどん上乗せされていきます。例えばですけれども社会保険料で見てみましょう。1989年と2019年の間で健康保険の保険料率で見てみると1.7%増やされている。 厚生年金で見たとしても5.9%増やされていてこれが額にすると例えば税と社会保険料の負担合計で見てみると88年から17年で3.3万円増らされている状態全体的に様々なことを見れば社会保険料負担増加率は36.3%増えてんです30年間賃金下がりっぱなし先進国で唯一でしたよねみんなの所得の中央値は 131万円減ってるのがこの25年。けれども一方で消費税の負担などはどんどん増えていくばかりか、社会保険料、第二の税も皆さんの支払いはどんどん増えていってるっていう状況。おかしくないですかこんなの。国家運営が誤ってるんですよ。みんなのお金がさらに使えなくなってしまえば、さらに社会に回っていくお金も減ってしまって、さらにこの国は傾いていくっていう悪循環をわざとやってんじゃないのか というような状況を繰り返しているのが現在の日本の運営なんです。授業料、大学生にそのうちなられる方々もいるかもしれません。授業料、爆上がりしてます。例えばですけれども、簡単に見ていただくと、昭和50年が左側、右側平成の終わり、これだけ国立も私立も右肩上がりに授業料は上がっていっています。国立の授業料、1975年、私が1歳の時には3.6万円だったんですよ。 それが1989年には33万9600円まで上がるこの先もありますからね89年がその、えー、価格だったものが2017年には53万5800円まで上がってるこの期間だけでも19万6000円も上がっちゃってるんですすごくないですか賃金下がりっぱなしなのにね30年授業料だったり物価だったりとか社会保険料は上がる一方ってこれで生活楽になる人いませんよ 私立もそうなんです1975年には18.2万円それが89年には57万円にそして89年からさらに2015年までの間でも29.8万円も増えている状況家計が苦しいのにこれ進学ってなかなか難しいことになってませんか結果どうなっていくか 金がないんだったら借金しろということで、小学金、大学生の2人に1人が借りている状況になって、そのうちの6割から7割は利息を払わなきゃいけない。こんな鬼みたいな話ないですよ。考えてみてください。大人が借金するのとはわけが違います。大人が借金するときに何が必要ですか今私こういう仕事をやっておりまして、大体毎月これぐらいもらってて、年間これぐらいの収入があるので、 これぐらいのお金を返してくれないですかっていう返済計画がなければ、これお金借りられないですよね。これから学生になりたいんです。お金を借りたいですっていう人たちに対して、将来何者になるかもわからず、どれぐらいの収入を得られるかもわからないのに、盛大な借金をさせる。数百万円レベル。大学院まで行けば一千万超えることもある。そしてそれで首がしまって、 そこから一人生きるだけでも精一杯という状況が広がってます。少子化が問題だって言いながら、この問題事実上加速させてるのは誰そういう話なんですね。そんなこんなで、コロナが来る前に日本はどういう状況になっていたか、こちらご覧ください。こちらは厚生労働省国民生活基礎調査というもの、2019年のものです。大規模調査。そこを見てみると、 生活が苦しいと言われている方々は全世帯の 54.4%2019 年ですよそして母子世帯においても86.7%ひどくないですかコロナが来たから大変なんじゃないんです物価が高いから大変なんじゃないんですその前からその前からずっともう地盤沈下は起こり続けてるんですよ 逆に言えばこの状態の上にコロナがやってきて物価上昇が来ている。これを認識して何をすべきかってことが政治を判断しなければならないことなんです。でもそんなことしない。今すぐやるべきこと多数あります。30年の不況、コロナ、物価高、3つの苦しみ、30区の中で多くの方々が喘えでいる。まさに今、緊急事態なんです。じゃあどうすればいいですかまず、 上がった物価は下げる必要ががあります上がった物価を下げるためにどうしたらいいですか個人に何かできる民間に何かできるだろうか無理です。個人にも民間にもやりようがないことは政府が経済政策をもってやるしかない。そういうことなんです。